ニコナマクルーズ。まもなくニコナマクルーズが到着します。ニコナマクルーズが到着しました。せ。み。三。み。三。腹から声出せ。君の名は見ろ。ヤクザ。ですね、キムさん。君の名は？総君氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者。ニコナ・マクルーズが去っていきました。一人がコミュニティをフォローしました。キル強い、強すぎる。進化した元王者を相手に完全勝利です。さあいよいよ決勝戦、そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマだけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。開始から10分経過しました。どんどん褒めしてね。
島建設本日の業務は完了だ。よくやった、お前ら。へえ、これで片付いたかな。やるやないか、キリュウ監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。いやー、やっぱいい会社じゃん、真島建設ってさ。お、あんた誰だい。初めて見る顔だな。キリュウだ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤不動産。まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中へ。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ長野。ああ、俺のパートナーの長野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。すみませんね、三重市の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃないか。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方、尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。早く用件を言え。天竜さん、相変わらずせっかちだな。今日お集まりいただいたのは他でもない、カムロ町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。カムロ町ヒルズ。おお、いいじゃねえか、カニの匂いがするな。ヒルズってのはそんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。ほう、いいじゃねえか、その計画踏んどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？長野山東が俺たちに頼むってことは、相手が一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を受け負っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で島野の狂犬と言われる武闘派だそうで。へえ、そんな奴が建設会社なんかやってんのか。
人生いろいろだな、おい。そしてその真島の側近キリュウ・カズマ、こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。キリュウ、どうした天竜？いや、なんでもねえ。要はそのキリュウってのと真島ってのが手に負えないから、俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒してカムロ町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金になら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは最近真剣な案件ばっかでな、歯応えのある相手を探してたんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうする？最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三銃士の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろう。早速準備しねえとな。お前らには悪いが、報酬は俺がいただくで。